哎呀，今天是我们台湾双十节，所以我就想出了这七道菜，普天同庆，然后也是今天台湾的生日。第一道菜是这一个花枝炒韭菜花，啊，一个是芋头蒸腿裤肉，再来是蜜汁手扒鸡，啊，然后再来是这个咸菜鸭肉汤，还有一个就是我们所说的那个栗子的八宝糯米饭，还有就是这个南瓜炒米粉，最后是客家小炒，总共有七道菜。这样子，有声音的话就好了，因为我稍微裹了一下粉，这样子口感会比较好。这是我益智屋药膳的这个手扒鸡啊，那里面呢我有加了这个 rosemary， 还有一个就是 lemongrass， 然后一起下去烤。
这上面呢要抹一点蜂蜜啊。我为了要让蜂蜜不要太甜呢，所以我上面呢要，就是浇一下自制的酱油，这样它上面，等一下还要烧烤一次，它就会有那个酱油跟蜂蜜的香味，又不会太甜。我们加上蜂蜜之后呢，上面呢要烧烤一下，然后它的香味就更香了。放在酱油呢，不要让它焦掉，稍微烤一下，让那个蜂蜜稍微干一下。台湾话好呢，嗰个也得好个微信呢，就是哦。红豆茶个也得好个伊呢，就是哦。手帕鸡得有喏啊，茶要也得要茶杯的，就是。こういう感じね。でこれでみんな仲良しでやります。わかりますか？これ。こういう感じ。でどちらボムが好きなじゃんけんぽんしてください。OK。これがね家族で食べると面白いなんですよ。まあ特別カップルでもね。この辺とか団子酢とにこの間にこれが美味しいですよ。OK。で今日はねこれはね台湾スタイルね。それは前神戸も台湾スタイルなんだけど、でも台湾スタイルね。こういう風な食べ方で楽しいでというの。こういう感じ。ソーパーチね。でもしも味が足りないんだったら塩コショウと醤油ありますので、まあなんとなく薄口方がいいと思うんですけどね。手でやる方が面白い。でもみんなやらない。ちょっと練習しなさいよ。直接用手拔就好。用那个。谢谢。很高兴。好吃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 好吃，好吃。柔らかい。嗯。あ、おいしい。あ、いい香りがする。これはね、味もついてる。薬膳の。あれは別に胡椒も何もいらない。うん。这个是咸菜鸭肉汤。这是鸭肉。我昨天炖了很久，大概两个钟头。我咸菜先下去，日本人吃过的。
強いので、ちょっと細長いのタイのもち米、香りの米っていうタイのもち米、日本のもちより3倍の値段です。ちょっと甘いの作ったんだけどね、甘い中に、桜エビを入ってますんだけどね。ローミーはもち米、パパオローミーファン。日本中部地域台湾旅行会が今日は成立でして、ちょっとワイワイでやりましょうかなと思って、で今日も建国記念日、台湾の国民の誕生日ですけどね、でちょっとお祝いして、お祝い、台湾ね、台湾スタイルはお祝い時はこういうの甘いの持ち込め食べるですね。でこれが台湾スタイルですよね。結婚式とかね、で衣がうまいのとか、みんなミカオミカオって言うから持ち込みを食べますからね。这个是我要做的是南瓜米粉，这个米粉呢是干燥的，那一定要先煮过，但是呢不能煮得太软，否则炒起来它会没有那个韧度，口感就不太好，所以等它滚以后稍微烫一下，我们就去像穿烫这样马上就要捞起来。它 有一点长，所以要调理的时候呢也比较好调理。最后呢，还要加上小鱼干跟
花香米，这样比较正宗的客家小炒。不能炒太久，要保持那个芹菜的清脆感，然后豆干要把那个汁吃到里面去，所以还要再半干一点。こんにちは。今日の料理は以上です。いかがですか？大丈夫ですか？日本中部地区台湾同乡会哈，我们这个同乡会哈，简单的讲就是说，在日本中部地区非常活跃的台湾人啊，那大家一起成立一个会啊，就叫做中部地区台湾同乡会啊。那今天算是成立大会，所以要拍照哈。嗨，起子。嗨。午後は三時から五時ね。面白いのフルーツかき氷があるんですよ。タロイモ、这个是凤梨，豆太久了，这是绿豆。ありがとうございます。いただきます。